こちらの三遊亭延長九伝は一部現代では不適切な表現がありますが原文を尊重してそのまま読みますことを先にお断りいたします。菊模様皿山祈団第83隻おたけは宗達にお願いして江戸まで一緒に行ってもらいます。用語解説天気 はじめからということ。鼻薬を買われて。少額の賄賂を渡されてということ。えー、引き続いてお聞きに入れます。は、渡辺の娘、おたけでございます。まことに危うきところを愛宿になった。あんやのそう送達というが助けてくれまして、深いことも話しませんが、私は皿山式武将府の家来。 織江というものの娘で弟は美の国へ参っております弟にも会いたいと存じますし江戸屋敷の様子も聞きたし弟のそごろうもお国表へ参って国家老に面会いたし事の司祭が分かりますれば江戸屋敷へ参るはずでどのみち頼りをするとは申しておりましたが案じられてなりませんから 家来の中平というものを連れて参る道で、長野煩いをいたして、頼りに思う家来の中平に死に分かれまして、世に心細い身の上で、旅慣れん女の子と、どうかご出家様、人を助けるはお役ということを受けたまわっております。江戸までお送り遊ばしてくだされば、どのようにもお礼をいたしましょう。 お忙しいお身の上でもございましょうがお連れ遊ばしてくださいまし」と頼まれてみると宗達も今さら見捨てることもできず「それは気の毒なことでそんならばわしと一緒に江戸まで行きなさるがよいわしは江戸には別に頼るところもないが谷中の南仙寺へ寄って以前共にあんにゃをした 玄道という和尚がいるから、それでも訪ねたいと思う。まあ、ともかくも、お前さんを江戸屋敷まで送ってあげます。というので、ようやくのことにて江戸表へ参りましたが、上屋敷へも下屋敷へも参ることができんのは、かねてお屋敷近いところへ立ち寄ることはならんと、仰せ渡されておいとまになった身の上ゆえ、 本郷春城町の指物や岩吉方へ参り様子を聞くと岩吉は故人になり職人が後を相続して仕事を受け取っておりますことゆえとてもここの厄介になることはできません仕方がないのでどうか下屋敷の者に聞きたいと谷中へ参りますといい塩梅に佐藤平馬という者に会って様子を聞くと 平馬の申すには弟子はこっちへおいでがないからこの辺にうろうろしておいでになるのはおよろしくない全体お屋敷近いところへいらっしゃるのはそりゃお心得違いなことでまああなたは信州においでで時節を待ってござったらご喜三のかなうこともありましょうご舎弟そごろう殿も春部殿も いいだ江戸へはおいでがないたとえご家老にどんなお頼みがありましても天気に無駄な話でございます」と跳ねつけられおたけ「さようなら弟はこれへ参ってはおりませんか」「さようご舎程は確かにお国においでだという話は聞きましたが多分お国へ行ってお国家老へ 何かお頼みででもあることでございましょうしかし大殿様はご病気のことであるがことによったらご家老の福原様がご出婦になる時もまさかおいとまになった者を連れておいでになるはずがないからこれは良い頼りを待ってお国においででございましょう。殿様はご不快で なかなかご重症だという評判でございまして、私どもは下役ゆえ深いことは分かりませんが、このお屋敷近いところへ立ち回るはおよろしくないことで、という、この佐藤平馬というやつは、内々神原ご老児、四老児の二人から鼻薬を買われて、下に使われるやつ、ちょ持ちん餅の方の、 悪い仲間でございますから、かくわけのわからんように言いましたのは、おたけにお屋敷の様子を聞かしたくないから、まことしやかに言って、お屋敷勤勉へおかんように、おたけを追っ払いました。さあ、どうもいたしかたがない。旧来なじみの出入り町人のところへ参りまして、まず一泊いたしたところが、長く泊まってもいられません。 また一緒に参った総達も長くはいられませんわけがあってある時おたけに向かい「わしはどうしても美濃の南仙寺へ帰らんければならずそれにまたわしはちと懇意なものがあって田舎寺に住職をしているそのものを訪ねたいと思うがあなたはこれからどこへ参られるつもりじゃ」おたけ どこへも別に参るところもありませんが、お国へ参れば弟がおります。なるほど、ご家老様も弟を連れておいではできますまい。ごさんの叶う吉祥を聞くそれまでは、お国表にそごろうがおることでございましょうから、私もどうかお国へ参りとうございます。しかし、 どうも女一人では行かれんことで、なんともお気の毒なことだ。じゃあまあ、まさ作の国といえば、どうもこれ、百七八十里へだったところ、わしが送るわけにはいかんが、いまさら見捨てることもできない。が、美濃の南仙寺までは、ぜひ行かんければならん。東海道筋も、ご婦人のことゆえ面倒じゃ。手形がなければならんが、 どうか工夫をしてわしがお送り申したいが困ったことでとにかく南千寺まで一緒に行きなさいあの地のものは真実があって随分俗のものにも物心があってな寺へ来て用や何かするからそいらに頼んだら美馬作の方へ用事があって参るものがあるまいとも言えないその折にあなたを頼んで お国へ行かれるようだとわしも安心をします。わしは坊主の身の上で、夫人と一緒に歩くのはまことに困る。人にも見られて嫌なことでも言われると困るけれども、これも仕方がないから、まあ行きなさるがよい。わしは本庄塾の改善寺へ寄って、ちょっと幻道というものにあって、 それからまた美濃までぜひ行きますからご一緒に参ろう。それには木曽路の方が物がいらん。とご出家はおごらんから木曽路を寒くなってから引っ返し本庄塾へ参りまして夫人ではあるけれどもこれこれのわけだと薬草にお竹の身の上話をしてその寺に一泊いたし。 だんだん日数を経て参りましたが元より蓄え金は所持していることでようやく雨水を越して軽井沢と申す宿へ参り中島屋という宿屋へ宿を取りましたは11月の5日でござります。第84席そごろうがまだ江戸に来ていないのでおたけは美馬作へ向かいますが 途中雪で足止めされます用語解説「阿弥陀の光」「阿弥陀くじのこと」「木曽街道でも追い分け、くっつけ軽井沢などは最も寒いところで誰やらの強化に着てみれば綿が薄いか軽井沢雪丈あって裾の寒さよ」 ちょうど碓いの山の裾でカタカタは浅間山の裾になってピーという風で砂を飛ばししょっちゅうに参りましてさえずいぶんはんでも来たいような日のあるところで恐ろしい寒いところへ泊まりました。もう11月になるとあの辺は雪でございます。初雪でもたくさん降りますから出発をすることができません。 仕方がないから登竜ということになるとおたけはいろいろ心配いたしているそれを宗達という和尚様が真実にしてくれてもなんと脳を気づまり頼りに思う忠平には別れ弟そごろうの行方は知れずお国にいることやらただしは途中で患ってでもいやしないかなどと心細い身の上で どうぞして頼りをしたいと思ってもどこにいるか分からずご家老様の方へ手紙を出してもよいかなどと心配いたし手紙を出したところがただいまの郵便のようではないから容易には届かず返事もろくに分からんような不都合の世の中でございますおたけは過ごし方をいろいろ思うにつけ心細くなりました これが胸に詰まって尺となり折々尺基のように差し込みますのを宗達が介抱いたします。相ア宿アの者も,も立つことができませんから大勢いろりの周りへ固まってぼんやりしております。中には江戸っ子で土地を食い詰めました職人などが旅稼ぎに出てきた人もございます。おい、鉄 ええー、からまあめいにちめいにちふりとめられてたつことができねええどっこがやまのゆきをみるとおどろいちまうがめしをくうときにずっとならんでぜんがでてもだれもろくにくちをきかねえなそうよだまっていちゃしようがないからえいさつしてみようええいさつをしてみようか。 してもいいが、決まりが悪いな。ええー、ごめんない。ええ、どうも何でございますな。お寒いことで。はあ。おめえさん方は何ですかえ。ア宿アのお方でげすな。はあ。何を言いやがる。ガーがあって。てめえが何か言うから、はあと言うのだ。いいじゃないか。 変だなへえ、命日禅が並ぶと、おたげえに顔を見合わせて、まんまを食ってしまうと、部屋へへえって、ごろごろ寝るくらいのことで、しようがございませんな。夜になると、ていくつで、しようがありませんが、なんですかえ、おめえさん方は、どこかへおいでなすったんでげすかえ。わしはその、 大和寺のものであるが少し死さえあってええ長らく江戸表にいたが故郷を傍がたくまた帰りたくなって帰ってきました。へえそうでそちらのお方はお三人連れでどちらへわしは日立の龍ヶ崎で。へえ日立の龍ヶ崎です。 へえどういうわけでこんな寒いところへ日立の方がおいでなさったんでいろいろ信心がありまして全体毎年講じがありまして五六人ぐらいで基礎の御岳へ参拝をいたしますが村の者の申し合わせ先達さんもおいでになったもんだから堂々してまいりやした実は 御マイルにも雪を踏んで難儀をしていくのが新人だね。へえ大変でですな。三宅さんてえのは滅亡経高い山だってね。高いだってそれは富士より高いと言いますよ。あなた方も新人をなすって二度もお上がりになれば少しは曲がった心も治りますが。 へえわっちどもは曲がった心が治ってもそばから曲がってしまうからうまくまっつぐにならねえのでへえそちらにおいでなさる方はどちらでこの客は言葉がよほど鼻にかかりせんでええせんでえっていうのは奥州でさようでガスかえ 衣を着ておつむりが丸いから、防んで化粧。医者でガス。え何ですと医者でガス。医師屋だえいや、移動でガス。へえ、井戸掘りった見えませんね。井戸掘りではない、医者でガス。へえ、お医者で。 わしどもはいけえ存在だもんだからお医者と相宿になってるとみんなも気丈夫でございますちっとばかり発火があるならなめたいもんでさような薬は所持しないなれども相宿の方にご病気でお困りの方があれば薬をくれろとおっしゃれば治る治らないはそれはまた薬が 性に合うと合わんことがあるけれども、盛るだけは持ってあげるて。へえ、こう皆さんが大勢寄って、ただぼんやりしていても面白くないから、何か面白い百物語でもして遊ぼうじゃありませんか。大勢寄っているのですから。それも用がすが、まあよく大勢寄ると、 神田の光とといいうことをいたしますくじ引きをしてそのくじに当たったものが何か買ってこいと夜中といえどもいといなく菓子をけに行くとか酒をけに行くとかして客のくじを引いたものは座ってて少しも動かずに人の買ってくるものを食して楽しむという遊びがあるのです。へ これは面白いが珍しい話かなんかありませんかなさようでげす別に面白い話もありませんですな木のね人だな何か他に第85席泊まり客の鉄が声をかけて何か面白い話をしてほしいと医者や僧侶に言います てめえ出つしゃべろうったってオラしゃべるわけにはいかねえ何かありませんかなお医者様は奥州仙霊だってがおもしれえおっかねえ化け物が出たっていうようなことはありませんかな医者さようで別に化け物が出たという話もないが 奥州は不思議のあるところでな。へえー、さようでござえますかな。あなたは何ですかえ。松島見物においでになったことがありますかえ。いや、どこへも行ったことはねえ。松島は日本三景のうちでな。ずいぶん江戸のお方が見物に来られるが、このくらい軽食のいいところはないと言ってな。 船で八十八島をめぐり風流心のある人は歌を演じ詩を作りに来るのがいくらもあるな。へえ松島に何か心中でもありましたかえ心な謎はあるところじゃないがさしあたって別にどうも面白い話もないが医者はこんなむさいなりをしていてはいけません。 医者は稲荷と言うて玄関が立派で身なりがよくって立派に見えるよう風俗が正しく見えるようでなければ描写が信じません。従って薬もおのずから効かんようなことになるですが医者はとんさいといってまずその薬より病人の気を測るところが第一とを心得ますな。 へえどういう気をはかるところがありますな。一度その小じが難山をしているところへ通りかかりどうかして助けてやりたいと心得て立派な医者が来てみてこれはどうも助からん片足出てなければいいが片手片足出て首が出ないから体が横になって使えてて しようがないからこれを細かに切って出せば命がないと途方にくれ立ち会った者もみんなかわいそうだと言っているところへ通りかかったのが手前でな「へえそれからお前さんが産ましたのかい」それから道具を宅へ置いてきたので困ったが出ている片手オばバ だだんだんとこう撫でましたねへえ手でなでているうちに手をあけましたなるほどそれから私がふところへ手を入れて指紋線を出して赤子の手へにぎらせますとすーっと手を引っこまして頭の方から生まれてそこへ出てお辞儀をしましたへえ マジないでですかいやこじきの子だから喜んでふ、えー、ふざけちゃいけない困るなこっちは本当だと思ってたのにしゃれもんだね田舎者だってうっかりしたことはできないごまかされるからえー、そちらの隅においでなさるお方あなたは何ですかいやはりお医者様でございますか いやわしはこういう姿で処方を歩く出家でござる。ええー、ご出家さんで幽霊に出会ったことがありますかね幽霊は245旅見ました。へえー、こいつは面白え話だ。245旅どどんなのが出ましたいろいろなのが出ましたな。焼きもちの年で。 男が不実なことをして、その女を殺すようなことをいたし、当人が残念があって怨念が出るのじゃが、中には幽霊はないというものもあるじゃが、これはある。へえ、どどんな塩梅に出るもんですね。形は絵に描いたようなものだ。ぼんやりとしてはっきりその形は見えないものじゃけれども、 ただぼーっとからかみへうつったりうえのほうはかたちがあってしたのほうはすっとしていてよくよくみるとわかるがどうもほんとうにこわいな。へえどういう化け物でええ美濃の国からわしがたって信州の福島財にちとしるべがあってそこへまいった。これはかなり 山も持っているうちで、そこにしばらく厄介になっておるうちに、ここに寺院がある、その寺の和尚というものが、道楽をしていかん。彼は放築せねばならんと、村中の騒ぎになって、急にその和尚を追い出すことになったから、お前さん、住職してくれないか。わしは、住職するわけにはいかん。暗夜の身の上である。 しかし、葬式でもあったときには困ろうから、しばらくいてあげよう、と言うんでいてやった。へえ。すると、その村方の山持ちであったが、妾が難産をして死んだな。へえ。それが、それまあ、あるじが女房に隠して、うちにいた若い女に手をつけ、それがまあ、解任したによって、 いつか家内の耳に入ると臨機深いから薬を飲んでおろしてくれないかと田舎のことだからろくなおろし薬もないその薬を飲ますとまあいい塩梅ばにおりましたがその薬が腹へ入って妾は失点抜刀の苦しみをして気の毒なことじゃてうーんうーんと夜中にうなるじゃげな。 えー、こいつは怖えな恨みだなこういうことになったのもわしは奉公人の身の上相対づくだから是非もないがこのうちが苦しい残念であるおえぎさんがわしにこういう薬を飲ましてくれんければこの苦しみは受けまいこのままわたしは死にきれん初めてできた子はおろされ 私も死に親子もろともに死ぬようなことになるとおえぎさんを取り殺さねばならん。あ、はあ、苦しい残念と言い続けたこれがちょうど11日の間毎晩毎晩うなるじゃげな。へえこいつは怖えなそれからどうしました第86席 僧侶の話は怖そうですが、オチがあるようです。用語解説、坊主、坊主、山の芋、坊主、びっくり、山の芋から、無能の僧を芋掘り坊主というところから、たっつけ、ズボン状の袴、金壺まなこ、丸くくぼんだ、怒ったような目つき、 残疎、陰口のこと。微老、汚いこと、汚らわしいこと。僧侶、とうとう見まかって、十二日目の夜のかれこれ四つでもあろうかという頃、見まかるときに、ただ、うーんと言って、主の手を握ってな、ふう、 目を半眼にして歯をむき出し、旦那様、わたくしは死にきれませんぞよ。いやい、鉄、もっとこっちへ寄れ。気味が悪いね、どうも。へえ、なるほど。そこを閉めねえよ。風がピューピュー減えるから、へえ。僧侶。気の毒なこっちゃがしかたがない。 そこでわしがいた蓮光寺という寺へ葬りました。亭主も七日までは他に誰も寺参りをするものがないから墓参りに来たが七日後は家内にわしの亭主を寝とったという嫉妬の念があるから寺参り一つせず花一本あげず寺へつけ届けもせんというずいぶん心のよくない家内でな。 へえひどいかかあだねそいつは裏間すぐに有敵が出ましたかえわしもかわいそうじゃと思うたこういう仏は血盆地獄に落ちるじゃ早く言えば血の池地獄へ落ちるんだへえこれは血盆鏡をあげてやらんとへえ血なんで ケツを棒で「いや「結凡経」というお経があるそれをあげて七日目にな監禁をしもうてその世の九つ前だったか下駄を履いて墓場へ行き線香をあげそこで倫を鳴らし長らく結凡経を読んでわしがスーッと立っていこうとするとずと とにうんうんうらがずっとやまのてじゃてうんうんそのやまのやぶねのところがいしざかのようになっているそのさかをおりにかかるとうしろでぼうずとよぶじゃげなうーんこれはこええなてつもっとこっちへよれなるほど。 おめえさんを呼んをだ「何もわしに恨みのあるわけはない。縁なき酒造はどしがたしというがわしはこの寺へ腰掛けながら住職の代わりをしてえこをしてやるものを恨んで坊主とはしっけなことを言うやつじゃと振り向いたところこっちの勢いが強いのでもう声がせんな。へえ。 度胸がようございますな。強いもんだね。四十死人のそばにばかりいるから、怖くねえんだ。ふん。それから、また雪にかかると、またしわがれた声で、地の底の方で、ぼうずというじゃげな。早おけを埋めちまったやつが、おけの中でおめえさんを読んだね。誰じゃと振り向いた。 へえ向こうで驚いて何か出ましたか穴から。墓場らへ立ち返ってみたが穴は何事もない。はてなんじゃろうとだんだん探すとこっちで思う気合いを知ってな山の音形の藪ん中に山の芋の化け物がいたじゃ。坊主坊主山の芋。 ふざけちゃいけない人をバカにしているそっちにいらっしゃるのはお侍さんでええ旦那何か面白いお話はありませんか侍いや最前からおのおの形のお話を聞いているとおかしくってたまらんのわしも長旅で表向き紫ちりめんのふくさをはすにしょい たっつけを吐いて頭を結び紙にして歩く身の上ではないが形は書くのごとくぼろばかまを履いている剣道修行の身の上早く言うとものの筆これはどうも初めて聞きました絵などに書いてあるへえそういえばおまはんは顔が似てるよ何が い,いえそら、久しいあと絵に出た。ねえおい、国吉の書いたんで、ワニザメを竹槍で突っ殺している、鼻が弱ろっぱなで、口がワニ口で、目が金壺眼で。ええ、ごめんね、侍。けしからんことを言う、人の顔を残疎して、無礼至極。なに おまはんはそんなでもないけれどもちっと似ているという話だ。お前方は江戸のものか職人かええ。なるほど。だなみんなはらっぺい話ばかりしていけませんがなんぞ面白い話はありませんかね。あんた先にやったらよかろう。うわっちどもは。 いい話がねえんで火事のあった時に屋根屋の徳の野郎め路地を飛び越し損ないやがってどんと下へ落ちると持ち出した荷の上へ尻餅をつき金玉を打ち目ぇ回し玉が飛び出してそういう微糧の話はいけんなそれから乱暴の勝手野郎が焚き火に当たってて 金太というやつを殴るとどういう弾みかポッポと燃えている焼けぼっくいが腹がけの間へ入って苦しがって転がりやがったがこいつは面白うございましたそんなことは面白くない旦那なんぞ面白い話を先国からそら話が出て大笑いだったが わしの話は信じて聞かんとやりにくい。第八十七席へ続く。